イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において、戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというね。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回は侵略戦争の長期化による弊害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよね。ロシア空軍は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に、多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による、空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、SU-35 から発射される KH-35 などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射される KH-22、KH-32、KH-101、クフ55、クフ555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたと見られる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないと見られているよ。KH-22 や KH-32 は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされていますが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうね。KH-22 は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型の KH-32 はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような、弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているぜ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と、異なる対地攻撃に使い出したということは、
対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているらしい。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から1000発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために前弾をウクライナに打ち込むことはできず、生産用との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いな。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているよ。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないんだ。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているよ。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうからね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているわけだな。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというぜ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだね。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定なんだって。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているみたい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29スホイ24スホイ25スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略戦争は勃発以降1年7ヶ月が経過したよね。その間に両国が展開してきた様々な戦闘はこれまでの戦争の常識が通用しないほどの大きな変化を見せているな。そうだね。さて今回はウクライナ軍に撃墜されるロシア軍のドローンが激増している件について詳しく解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開戦前、多くの軍事専門家たちは近代における地上戦では航空優勢の確保が必須として、ウクライナ空軍に比べて圧倒的な戦力を誇るロシア空軍の存在によって、ロシアがウクライナに侵略すればごく短時間で首都キーウだけでなくウクライナ全土を占領すると見ていたのであるが、その圧倒的な戦力差から油断をしたのかロシア軍は航空優勢の確保をおざなりにして地上軍を首都キーウに突撃させたんだ。その結果、ロシア軍地上部隊は首都キーウの近郊まで攻め込んだものの、ウクライナ軍の抵抗と雪解けのぬかるみによって大きな損害を出して撤退せざるを得なくなったのであるが、その際にロシア軍に損失を強いたのが無人航空機 UAV であるドローンだね。航空機による味方の地上部隊の支援や敵地上部隊への攻撃が期待できないウクライナ軍は、ドローンによる敵地上部隊への攻撃を選択し、特にトルコ製のバイラクタル TB には大きな戦果を上げ、ウクライナ国内ではバイラクタルを称える歌が作られるなど大きな話題となったよな。軍事用ドローンはそれまでのイエメン、シリア、ナゴルノカラバフなどの紛争や戦争の戦場において広く使われるようになっていたが、それが運用されるのは主に敵上の偵察や榴弾砲などの着弾の確認などで、目標に対して自爆攻撃を仕掛けるような使われ方はなされておらず、ウクライナ軍の運用もバイラクタル TB2 に爆弾などを搭載してそれらを発射した後、ドローンそのものは帰還させて何度も使用していたぜ。そのためにドローンは精密部品などをたくさん使って作られる高額なものであり、その損失をできるだけ避けるような運用をされていたよね。それがこの侵略戦争では、安価なドローンに爆薬を搭載してそのまま戦車などの目標に突入させる、いわゆる自爆攻撃型ドローンが登場するんだ。これらには民生用として販売されているドローンをそのまま使うこともあり、安価であるために惜しげもなく同時に大量に攻撃する飽和攻撃が可能となったってわけだ。そのことに気づいたロシア軍は、西側諸国の精密部品を多く使用している自国製ドローンが経済制裁によって部品が入手できず生産量が低下したこともあり、イラン製の自爆攻撃型ドローンシャヘド136を大量に購入して、ウクライナ各都市に対する民間施設やインフラなどへの無差別攻撃に使用したよ。シャヘド136は首都キーウをはじめとするウクライナ各都市をこのドローンによる攻撃と巡航ミサイルの攻撃から守るために、アメリカを含む北大西洋条約機構NATO諸国に対して、地対空ミサイルシステムなどの防空兵器の提供を要請し、様々な防空ミサイルシステムの供与を受けて各都市に配備してきたよ。防空ミサイルシステムのほか、ドイツ製の防空戦車ゲパルトなどの防空車両の供与を受けたウクライナは、開戦以来多数のロシア軍ドローンを撃墜しているとみられ、とある日本の著述家を名乗る人物によると、この1年7ヶ月の間でウクライナ軍は4900機のドローンを撃墜したとしているね。しかしながらこの数字はウクライナ側が発表した数値を積算したものであり、戦果報告にはかなりの誤認や水増しが生じることから、この著述家なる人物の主張を否定する声がインターネット上で多く上がっているぜ。この戦争におけるドローンの重要性に着目しているウクライナ軍は数量確保の必要性も認識し、自分のドローンの開発と増産を進め、ドローン部隊の創設を目的としたクラウドファンディングプロジェクトを立ち上げて資金を集め、ドローンの製造からドローンの操縦パイロット訓練までを網羅する国家計画に発展させたってわけだ。軍用機器調達を担当しているウクライナ軍のシチホル准将は、これまでにウクライナが様々な民生用ドローン1ヨロズ5000機以上を購入したと述べた上で、ウクライナ国防省経由で今後さらに多くのドローンを調達する計画があり、それには西側諸国からの援助や他国民からの善意の寄付などもあるというよ。これまでにウクライナが戦場で使用したドローンの総数は不明だが、同准将は今年の目標は、20万機以上の攻撃用ドローンと大型偵察用ドローンを購入することで、この先も市場でありったけのドローンを購入すると語ったんだ。ウクライナはロシアの空爆の脅威がある中においても、ウクライナ全土でドローンの製造が行われているとされ、
製造業者に対しては工場などを1箇所に集約させずに作業場を分散させ、防空壕を使用するよう指示したというしね。このやり方についてはこれらの対策が功を奏して全ての製造業者がドローン製造作業を続けており、ミサイルによってたまに爆撃されることはあるが、大した規模ではないと関係者が語っているみたい。これまでにウクライナ軍が調達したドローンの 80% 以上はウクライナ製で、それらはウクライナ国内で組み立てられているとされているぜ。また、ドローンは航空や水上のみならず水中を航行するタイプの開発も進められているな。2023年9月6日、ウクライナの複数の SNS アカウントから、ウクライナが開発を進めているとされていた新型水中自爆攻撃型無人機、アンマンド・アンダーウォータービークル UUV マリチカマリチカの動画が公開されたよ。その動画によると、マリチカは全長6メートルの大きさで、その航続距離は約 1000km とされる黒色の無人水中潜航体 UAV で、攻撃輸送偵察のいずれの任務も実行できるとされているが、その性能やドローンの運搬能力などについての詳細は現時点では不明だね。ウクライナのマスメディアによると、マリチカはウクライナのエンジニアたちが作成した自作システムで、製造するための推定コストは約16万 UAH、つまり433ヨーロズ約6500万円に相当すると言われているマリチカはこの先、初期作戦能力を獲得した後、ロシア黒海艦隊の施設やロシアの重要なインフラ施設や機関を破壊する作戦に使用されることが期待されているね。そのため、ウクライナ軍がマリチカを自爆攻撃に使用する可能性が低いと見られているが、ロシアの黒海艦隊としては脅威であることに違いはないぜ。ウクライナ軍は黒海でロシア海軍黒海艦隊の艦艇に対して自爆攻撃型の水上ドローンを使用して、これまでにない新たな海戦の様式を呈し、2022年秋以降のウクライナ軍による様々な形でのドローン攻撃はロシアの黒海艦隊に衝撃を与えたよな。この攻撃に対してロシア軍は偵察やウクライナ軍のドローンに対するハードキル対策の強化など、自爆攻撃型の水上ドローンに対するいくつかの対策を講じてきたが、黒海艦隊の大型揚陸艦やタンカーに対して実施された最近の攻撃は、これらの対策がロシアの艦艇や施設の安全を確保するには不十分なことを証明しているぜ。水中ドローンマリチカは、現在のロシア軍の監視システムでは探知ができないため、黒海艦隊の艦艇や海軍基地施設、それにクリミア大橋などの橋梁にすでに大きな危険をもたらしており、マリチカがどれだけの量の爆発物を搭載できるかの性能については不明であるものの、その大きさから考えるとクリミア大橋の橋梁の橋桁を破壊することができるほどの爆薬の搭載が可能であろうと推測されているね。さらに、マリチカは水上を航行する艦艇を攻撃して、大型揚陸艦やフリゲートなどの戦闘艦にさらに壊滅的な被害をもたらす可能性があるとされ、この自爆攻撃型水中ドローンが群れになって押し寄せた場合に、防御は不可能に近いほど困難であることが予想され、ウクライナ軍としてはこの侵略戦争の行き着く先を自分の勝利につなげるべく、マリチカの有効性を立証するためのテストを実施して開発を急ぐものとみられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍に供与されたドイツ製の新型戦車レオパルト2は A4A5A6A6M などが、北大西洋条約機構 NATO 諸国を中心に運用されていて、本国のドイツとデンマークでは最新の 2A7 が配備されているよ。レオパルト 2A4 では砲塔の装甲が地面に対して垂直方向であることが特徴だが、2A5 以降の第2世代では砲塔部分に鎖型の追加装甲が装備されているほか、多くの改良が加えられているぜ。さて今回はそんなレオパルトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、すべてのタイプのレオパルト2の主武装はラインメタル社製の 120mm 滑空砲だけど、A5 までは44口径なのに対して A6 以降は55口径と砲身長が約 1.3 メートル延長されているため、砲弾の初速が向上して有効射程が延伸されたよ。
ウクライナ軍にはこれまでにこの長方針のレオパルト 2A6 が21両提供されたが、それらは陸軍第47機械化旅団に配備されて、同旅団が投入された南部ザポリージャ州のロボティネから未だにロシア軍の占領下にある交通の要衝トクマクを経て、アゾフ海に近い主要都市メリトポリに至る約 80km にわたる反転攻勢軸で前進を続けている軍団で任務に就いたんだ。しかし、第47機械化旅団は今年の6月上旬の反転攻勢作戦開始当初に、ロシア軍がトクマク防衛のために構築した、塹壕や遊の破と呼ばれる対戦車障害物や通常ではありえないほどの高密度の地雷原による見えの防衛線の、一番外側の第一防衛線への攻撃に際して、この貴重なレオパルト 2A6 を3両一気に失う失態を犯し、軍事専門家に叩かれ西側にメディアに大きく報道され、それらの中にはレオパルト2は役に立たないなどとする声も出るほどだったぜ。このことで第47機械化旅団ではレオパルト 2A6 の運用方針を変更し、長射程の55口径 120mm 滑空砲と、昼夜24時間使用することができる高性能の照準装置を活かして、夜間に後方から砲撃を加えるいわば自走砲的な使い方で、地上部隊の近接火力支援兵器として活用し、戦果を上げていたってわけだ。それは西側から供与された強力な戦車を失いたくないためであろうとの見方があり、レオパルト2を撃破したとロシア軍の宣伝に使われ、西側諸国が動揺して支援の流れが滞ることを恐れたためと言われているな。ただ、西側諸国の新型戦車はレオパルト2にせよ、イギリスから供与されたチャレンジャー2にせよ、現在アメリカから届くとされている M1 エイブラムスにせよ、ロシア製の戦車よりも長射程であるがゆえに、やや後方から最前線を支援する運用戦術は理にかなっているとの見方もあり、実際にザポリージャ州の戦線ではウクライナ軍が第一防衛線を突破して第二防衛線をも超えたとされる前進を見せているぜ。しかしながら、ここに来て第47機械化旅団が9月29日、SNS にレオパルト2が歩兵戦闘車などの戦闘車両や歩兵部隊とともに、ロシア軍部隊と交戦している様子が撮影された動画を公開したみたい。第47機械化旅団の部隊がザポリージャ州とされる平原を南下している様子が撮影されていて、アメリカ製の M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車とレオパルト 2A6 が並んで走行していたんだ。すると映像では、遠方に砲弾が着弾して爆発する様子が映され、撮影者の頭上にもロシア軍が、近くの森林から発射していると見られる機関銃弾が飛び交うと、M2 ブラッドレイが少し後退した上で、車体後部のスロープを下ろして、内部に乗り込んでいた M16 自動小銃と対戦車ロケットで武装した歩兵6人が展開し、ロシア軍が掘った塹壕に飛び込んで身を隠す様子も映されているよ。そして M2 ブラッドレイが後退したところにレオパルト2が 122mm 四砲を発射しながら前進し、ロシア軍による対戦車ミサイルの狙いを外すためか、機敏に前後に車体を動かしながら、砲撃を続けているんだけど、このような動きは西側の新型戦車しかできないとされているんだ。なぜならばロシア製の戦車の変速ギアには後退リバースがなく、そのため高速での前進と後退を繰り返すことができず、おそらくロシア軍兵士たちは西側戦車のその動きを予測できないとウクライナ軍が考えていることが伝わってくるぜ。そして動画にはレオパルト2から発射された砲弾の着弾点は撮影されてはいないものの、命中を喜ぶウクライナ兵の歓喜の声がしっかり録音されていたらしい。この動画からレオパルト2が、後方からの歩兵部隊への近接支援の任務から最前線での突撃に参加するように、変更されたと判断するのは早計であるが、この強力な新型戦車が自走式榴弾砲とは違う、戦車であることを改めて認識させられたことに間違いはなく、これまでウクライナ軍の戦車を悩ませていたロシア軍が、濃密に地雷を敷き詰めた地雷原が薄くなり、安全に戦車を前線に出撃させられる状況になったことを意味していると指摘する声があるな。そして、ウクライナ軍がこれまでも実施してきたように、侵略戦争開始当初から悩まされてきたロシア軍の榴弾砲や、多連装ロケット砲システム MLRS に対して、
供与された大砲兵レーダーを駆使してその所在を炙り出した上で、移動する前に素早く攻撃を加えているほか、高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などのアメリカ製 MLRS から発射される GPS 誘導の長射程ロケット弾や、西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能なやはり長射程のアメリカ製の GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどの、アウトレンジ攻撃によって後方の兵器庫や弾薬庫を破壊しながら、それらの数を減らして消耗を強いてきた効果が現れ、ロシア軍による火力が大きく減退したことも大きいというよ。NASA が森林火災の発生場所などを把握するために活用している人工衛星から観測している地上の熱源データによると、2023年7月のウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州3つの州においては、熱源の数が、7月1日から10日までの12日間で2903件確認されていたのに対して、10日から20日までの12日間では662件、20日から30日までの12日間では657件と、1日から10日の上旬と比べていずれも2割程度にまで減少していることが明らかになっているんだ。アメリカのシンクタンク戦争研究所が7月16日に公開した分析では、ウクライナ軍がアメリカから供与された、ハイマースの長射程ロケット弾などによってロシア軍の後方にある弾薬庫などを破壊した結果として、7月10日頃からロシア軍の砲撃が大きく減り、それが熱源の大幅な減少にも反映されたと見られるとしているね。軍事専門家などの間では、ウクライナ軍はロシアの MLRS については はほとんど破壊できていないにもかかわらず、この NASA の衛星のデータを見る限りにおいて砲撃数が減っているということは、前線のロシア軍にロケット弾などの弾薬が届かなくなっていると評価すべきであるとして、ウクライナ軍の長射程兵器によってロシア軍後方の補給拠点が破壊され、弾薬そのものが届かなくなっているためであろうとの見方が出ているな。さらに、ロシア軍は弾薬庫を破壊されている状況に対応するため、武器庫や弾薬庫をハイマースの M31 ロケット弾の 90km とされる射程よりさらに遠い場所に、しかも数箇所に分散させ始めたが、そのために輸送効率が大きく下がり、前線に届く弾薬の数が結果としてさらに減ることになり砲撃ができなくなっている可能性があるとして、ウクライナ軍がアメリカから供与されている GMLRS や、イギリスとフランスから供与されている空対地巡航ミサイル、ストームシャドウなどによる長射程ロケット弾やミサイルによる攻撃がロシア軍の兵站運用に打撃を与えていると指摘しているぜ。ウクライナ軍が濃密な地雷原を突破し、ロシア軍の砲撃を沈黙させることに成功している結果から、この先の地上戦においては供与された西側戦車が最前線に登場することによって、ウクライナ軍の前進速度がさらに高まる可能性が出てきたとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人と、2014年にロシアが一方的に併合してからもクリミアに在住しているウクライナ人によるパルチザン運動組織アテシュが、クリミア半島のロシア軍が半島東部にあるフェオドシアという都市の近郊に、対戦車用障害物として知られるユーノハを建設して防衛線を構築している様子が撮影された動画を10月4日に公開したよ。ロシア軍がウクライナの占領地域各地に構築しているユーノハとは、無限軌道のキャタピラーで走行するために道路以外の不整地でも移動可能な戦車の動きを止めるために考案された人工の障害物で、鉄筋コンクリートなどで強固に作られた三角錐や四角錐の障害物を、敵の戦車が進撃してくる方向に対して直角になるように数百メートルから長いものでは数キロメートルの長さに並べて敷き詰めたもので、さらにそれが縦に数列を密に並べられている頂上のような構築物のことだな。さて今回はそんなロシア軍がクリミア半島にユーノハを構築している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。道路から外れた畑や草原のような不整地でも自由に動き回れる戦車ではあるけど、
幅があって深く掘られた塹壕などは乗り越えることが難しいほか、竜の歯のような突起物は乗り越える際には車体の底部が先端部に乗り上げてしまうことがあり、その場合は身動きが取れなくなるという弱点があるんだ。その弱点をついた対戦車用障害物が竜の歯であり、この三角錐や四角錐は戦車が突撃してくる方向からは縦に次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰められていて、それらを横に広く並べた様子がまるで地面から生えている歯の並びのように見えることから竜の歯という名称で呼ばれているよ。第二次世界大戦以降に草原地帯を進撃してくる戦車を含む機甲師団の進撃を食い止めるために、考案された古い防御用障害物ではあるものの、現代の戦車がいかに近代化していたとしても車体の左右両端にキャタピラーがある基本的な車体構造が変わらないのであれば、対戦車用障害物として今でも有用とされているぜ。理想的な竜の歯の運用方法や、設置場所を1から2メートル掘り下げてそこに鉄筋コンクリート製の梁を埋めて、その梁に三角錐や四角錐の構造物を結合させて地面に埋めるとされていて、戦車がぶつかったくらいでは動かないように設置されるものらしい。しかし、ロシア軍では武戦線においてほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりまで断続的にこの竜の歯を設置しているほか、ドネツク州内の要所などに強大な長さの竜の歯を構築しているな。また、南部戦線においても最近の衛星画像によってドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に、塹壕とともにこの竜の歯が使用され三重の防衛線として設置されていることが確認されており、それらを合わせた設置規模は総延長が 1000km 以上に及ぶとされ、短時間にそれだけの長さに構築したため、すべての竜の歯は地下に梁を埋めて強固に構築されたものではなく、三角錐や四角錐の構造物がただ地表に置かれただけの箇所が多いのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が投稿した動画の中には、ウクライナがイギリスから供与されている新型戦車チャレンジャー2が、いとも簡単に竜の歯を押しのけている様子を撮影したものが公開されているなど、ロシア軍がこの竜の歯を設置するのに際して穴を掘って埋めることをせず、動画のように簡単に押しのけることができる箇所が多いとする指摘があり、ウクライナ軍はいくつかの地点でその脆弱な箇所を探り当てている可能性が高いと見られているね。今回この竜の歯の設置が確認されたフェオドシアはクリミア半島の東端に位置しており、クリミア半島とロシア本土のグラスノダール地方を結ぶクリミア大橋が架かるケルチ海峡があるケルチ半島の付け根の黒海側に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクであるハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、竜の歯はフェオドシア北東部に設置されているとして、市街地から北東に約16キロ離れたケルチ半島の付け根において最も狭い部分に設置されているというよ。ウクライナ軍が6月初旬から開始したとされる反転攻勢作戦においてザポリージャ州の攻撃軸における目標は、ウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に近いザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還し、ロシア本土からドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を遮断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍を駆逐しつつクリミア半島の奪還を目指すことが最終目標とみられているんだ。このことはクリミア半島を占拠しているロシア軍も当然察知しているはずで、実際にクリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、塹壕や竜の歯による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されたみたい。フェオドシア近郊の竜の歯は、もしその位置に関する情報が事実であるとするならば、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によってクリミア半島北部から侵攻してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくく、さらにはウクライナ海軍の戦力を考えるならば、クリミア半島へウクライナ軍が上陸作戦を試みる可能性は皆無とされ、ロシア軍がこの竜の歯を構築した目的がケルチ半島を守り、クリミア大橋を守るものである可能性が高いとの見方が出ているよ。さらに、
この竜の歯がケルチ半島へウクライナ軍が進軍することを防ぐものであるならば、ロシア軍はウクライナ軍がクリミア半島にまで到達するものと見ていることを表しているとして、ロシア軍は早々にザポリージャ州の防衛線をウクライナ軍が突破し、トクマク及びメリトポリが奪還されてクリミア半島に押し寄せてくると見ている証であり、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声が高まっているぜ。パルチザン組織アテシュはフェオドシア近郊における竜の歯構築の情報の他に、クリミア半島においてロシア軍の地対空防空ミサイルシステム S300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコへ空軍基地周辺において新たな要塞が築かれていることを確認したことも明らかにして、ロシア軍がクリミア半島の防備を固めているとしたらしい。また、ウクライナ軍と連携している公的機関国民レジスタンスセンターも10月1日に、ロシア軍がシンフェロポリに防空システムを移送したほか、同市の防衛のために市街地の建造物を強化する動きを見せているとする報告を挙げているな。このように現在のロシア軍はすっかり姿勢に転じていて、これまでに占領した地域の防衛に徹しているように見られ、塹壕堀や竜の歯の構築に労力を費やしているように見えるのであるが、西側のメディアや軍事専門家などの間ではこの竜の歯の有用性を疑問視する声が多いぜ。2023年5月22日に、ロシア人による反プーチン政権武装集団がウクライナ側から国境を越えてロシアのベルゴロド州に侵攻したが、この際に武装集団はロシア軍が構築していた塹壕と竜の歯からなる防衛線をあっけなく越えてロシア領内部核に侵攻したね。ベルゴロド州では100億ルーブル約1億2428万5400ドル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築き、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事が昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと今年の3月に宣言していたんだ。それにもかかわらず、武装集団は竜の歯を迂回して、ロシア軍の人員配置が薄いところなどからやすやすと防衛線を越えたってわけ。西側諸国では、慢性的に兵力が不足しているロシア軍においては他の地域の防衛線も同様に突破される可能性があるとして、竜の歯にどれほど効果があるものか注視しているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア半島の先住民族であるクリミア・タタール人と、2014年にロシアが一方的に併合してからもクリミアに在住しているウクライナ人によるパルチザン運動組織アテシュが、クリミア半島のロシア軍が半島東部にあるフェオドシアという都市の近郊に、対戦車用障害物として知られる竜の歯を建設して防衛線を構築している様子が撮影された動画を10月4日に公開したよ。ロシア軍がウクライナの占領地域各地に構築している竜の歯とは、無限軌道のキャタピラーで走行するために道路以外の不整地でも移動可能な戦車の動きを止めるために考案された人工の障害物で、鉄筋コンクリートなどで強固に作られた三角錐や四角錐の障害物を、敵の戦車が進撃してくる方向に対して直角になるように数百メートルから長いものでは数キロメートルの長さに並べて敷き詰めたもので、さらにそれが縦に数列を密に並べられている頂上のような構築物のことだな。さて今回はそんなロシア軍がクリミア半島に竜の歯を構築している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。道路から外れた畑や草原のような不整地でも自由に動き回れる戦車ではあるけど、幅があって深く掘られた塹壕などは乗り越えることが難しいほか、竜の歯のような突起物は乗り越える際には車体の底部が先端部に乗り上げてしまうことがあり、その場合は身動きが取れなくなるという弱点があるんだ。その弱点をついた対戦車用障害物が竜の歯であり、この三角錐や四角錐は戦車が突撃してくる方向からは縦に次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰められていて、それらを横に広く並べた様子がまるで地面から生えている葉の並びのように見えることから竜の歯という名称で呼ばれているよ。
第二次世界大戦以降に草原地帯を進撃してくる戦車を含む機甲士団の進撃を食い止めるために、考案された古い防御用障害物ではあるものの、現代の戦車がいかに近代化していたとしても車体の左右両端にキャタピラーがある基本的な車体構造が変わらないのであれば、対戦車用障害物として今でも有用とされているぜ。理想的な U の刃の運用方法や、設置場所を1から2メートル掘り下げてそこに鉄筋コンクリート製の梁を埋めて、その梁に三角錐や四角錐の構造物を結合させて地面に埋めるとされていて、戦車がぶつかったくらいでは動かないように設置されるものらしい。しかし、ロシア軍では武戦線においてほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりまで断続的にこの U の刃を設置しているほか、ドネツク州内の要所などに強大な長さの U の刃を構築しているな。また、南部戦線においても最近の衛星画像によってドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に、塹壕とともにこの U の刃が使用され三重の防衛線として設置されていることが確認されており、それらを合わせた設置規模は総延長が 1000km 以上に及ぶとされ、短時間にそれだけの長さに構築したため、すべての U の刃は地下に梁を埋めて強固に構築されたものではなく、三角錐や四角錐の構造物がただ地表に置かれただけの箇所が多いのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が投稿した動画の中には、ウクライナがイギリスから供与されている新型戦車チャレンジャー2が、いとも簡単に U の刃を押しのけている様子を撮影したものが公開されているなど、ロシア軍がこの U の刃を設置するのに際して穴を掘って埋めることをせず、動画のように簡単に押しのけることができる箇所が多いとする指摘があり、ウクライナ軍はいくつかの地点でその脆弱な箇所を探り当てている可能性が高いと見られているね。今回この U の刃の設置が確認されたフェオドシアはクリミア半島の東端に位置しており、クリミア半島とロシア本土のグラスノダール地方を結ぶクリミア大橋が架かるケルチ海峡があるケルチ半島の付け根の黒海側に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクであるハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、U の刃はフェオドシア北東部に設置されているとして、市街地から北東に約16キロ離れたケルチ半島の付け根において最も狭い部分に設置されているというよ。ウクライナ軍が6月初旬から開始したとされる反転攻勢作戦においてザポリージャ州の攻撃軸における目標は、ウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に近いザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還し、ロシア本土からドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を遮断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍を駆逐しつつクリミア半島の奪還を目指すことが最終目標と見られているんだ。このことはクリミア半島を占拠しているロシア軍も当然察知しているはずで、実際にクリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、塹壕や U の刃による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されたみたい。フェオドシア近郊の U の刃は、もしその位置に関する情報が事実であるとするならば、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によってクリミア半島北部から侵攻してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくく、さらにはウクライナ海軍の戦力を考えるならば、クリミア半島へウクライナ軍が上陸作戦を試みる可能性は皆無とされ、ロシア軍がこの U の刃を構築した目的がケルチ半島を守り、クリミア大橋を守るものである可能性が高いとの見方が出ているよ。さらに、この U の刃がケルチ半島へウクライナ軍が進軍することを防ぐものであるならば、ロシア軍はウクライナ軍がクリミア半島にまで到達するものと見ていることを表しているとして、ロシア軍は早々にザポリージャ州の防衛線をウクライナ軍が突破し、トクマク及びメリトポリが奪還されてクリミア半島に押し寄せてくると見ている証であり、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声が高まっているぜ。パルチザン組織アテシュはフェオドシア近郊における U の刃構築の情報の他に、
クリミア半島においてロシア軍の地対空防空ミサイルシステム S-300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコエ空軍基地周辺において新たな要塞が築かれていることを確認したことも明らかにして、ロシア軍がクリミア半島の防備を固めているとしたらしい。また、ウクライナ軍と連携している公的機関国民レジスタンスセンターも10月1日に、ロシア軍がシンフェロポリに防空システムを移送したほか、同市の防衛のために市街地の建造物を強化する動きを見せているとする報告を挙げているな。このように現在のロシア軍はすっかり姿勢に転じていて、これまでに占領した地域の防衛に徹しているように見られ、塹壕堀や竜の歯の構築に労力を費やしているように見えるのであるが、西側のメディアや軍事専門家などの間ではこの竜の歯の有用性を疑問視する声が多いぜ。2023年5月22日に、ロシア人による反プーチン政権武装集団がウクライナ側から国境を越えてロシアのベルゴロド州に侵攻したが、この際に武装集団はロシア軍が構築していた塹壕と竜の歯からなる防衛線をあっけなく越えてロシア領内部核に侵攻したね。ベルゴロド州では100億ルーブル約1億2428万5400ドル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築き、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事が昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと今年の3月に宣言していたんだ。それにもかかわらず、武装集団は竜の歯を迂回して、ロシア軍の人員配置が薄いところなどからやすやすと防衛線を越えたってわけ。西側諸国では、慢性的に兵力が不足しているロシア軍においては他の地域の防衛線も同様に突破される可能性があるとして、竜の歯にどれほど効果があるものか注視しているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。